キメちゃんは重い女、星に。人族という生物は様々な方法で自分の価値観を相手に押し付け合うことで社会を形成します。その中でも重いオスメスと呼ばれる、既読スルーされたら不安になるだとか24時間つがいと一緒にいたいといった欲求や価値観を抑えられないオスメスの価値観を漫画を通じて表現するシナリオ。その手の自分の価値観を押し付けることを抑えられない人族には分かりみが大変深い作品になっているので共感を得ることができるのではないかと思われます。その手のいわゆる重い系の人族の多数は、既読スルーされたことで発生する自ら生み出したネガティブな感情をつがいを責めるという方法で発散しますが、この漫画はそういった重いと呼ばれる人族のここがダメという部分を表現しておらず、読み手を不快にさせない配慮がされているので、重い系がお好みではない人族にも重い系の人族ってこんな感じだよといった疑似体験をこの漫画を通して理解できますし、読んでて不快になることがありません。この部分のバランス感覚はほえってなったくらいこの作者はすんげーのぜ。ただし、この漫画を読んで重い系の人族良いなとか思われた東四郎はよほどの優位性か自分の商品価値が低いとかのネガティブ条件が揃っていない限り重い系にアプローチするのはハイリスクです。なぜならこの漫画のように自ら生み出したフラストレーションを自身の内部で処理する人族は皆無であり、往々にして QOL が下がります。性別問わず多数の人族は自らネガティブ要素を生み出してそのネガティブ要素を他人を責めることで発散する非常にストロングなうちらおまんじゅうからしたら意味不明な生物だからなのぜ。